小田急3000系電車は1957年から1992年まで小田急電鉄において運用された特急用車両である新宿と小田原との間を60分で結ぶことを目指した画期的な軽量構成の新特急車として計画された。開発に際して日本国有鉄道の鉄道技術研究所より技術協力が得られたことから 日本の鉄道車両において初の導入となる新技術がいくつか盛り込まれた車両であり、それらの中には国鉄の新幹線に発展的に引き継がれた技術も存在する。このため新幹線のルーツや超高速鉄道のパイオニアとも言われている。スーパーエクスプレスという愛称が設定されたが、SE という略称にはスーパーエレクトリックカーという意味も含ませている。本校では 大井川鉄道に譲渡された車両についても、本項目で記述する。本項においては、本形式3000型は、SE 車、3100型は、安世車、7000型は、ルス車、1万型は、セ車、2万型は、ソ車、5万型は、ファシア車、6万型は、ムズ車、鉄道省、運輸通信省、運輸省及び、日本国有鉄道が運営していた。 国有鉄道事業は国鉄鉄道技術研究所はまた小田急が編成表記の際に新宿より先頭車両の車両番号量を数という表記を使用していることに倣い特定の編成を表記する際には30118-30215のように表記する東京急行電鉄から分離発足した小田急では新宿と小田原を60分で結ぶという将来 目標を設定し、軽量、高性能な車両の開発が進められていた。折しも国鉄の研究所では、航空技術を鉄道に応用した超高速車両の研究が行われていたが、この構想に小田急が着目し、小田急と国鉄の共同開発として開発が開始された車両である。登場した1957年に行われた、東海道本線での高速試験において、 当時の狂気鉄道における世界最高速度記録となる時速1 4 5トルを樹立、その後の国鉄の電車特急開発にデータを提供した。また、本形式の登場がきっかけとなって、鉄道ともの会では、ブルーリボン賞の制度が創設され、1958年には第1回ブルーリボン賞を授与された。当初は8両連接者として登場したが、 1968年以降は、御殿場線乗り入れのため編成を五両連接車に短縮し、ショートスーパーエクスプレスとも称されるようになった。1991年に2万型が登場するまで運用され、1992年に全車両が廃車となった。1948年6月1日に小田急が大東急から分離発足した際に、 取締役権運輸担当として就任した山本里三郎は学生時代にその存在を知って以来連接者に関心を抱きスペインで開発された連接者であるタルゴの存在を知ってからはあれを電車でやれないかと考えていたという国鉄東京鉄道局に在籍していた1935年には業務研究資料で間接式新電車におさむいてと題する構想を出した これは、関節車を導入することで、騒音、動揺、乗り心地を改善した上で、先頭部を流線型にし、駆動方式も吊り掛け駆動方式から改良して、騒音を低減した高速電車を東京と沼津の間で走らせるという内容であった。この発想は、当時の国鉄では全く受け入れられなかったが、山本はその後も連接車の導入に関心を持ち続け、 1948年冬には、当時まだ新入社員であった、うぶかたよしおとともに、当時すでに連接者として運用されていた、西日本鉄道500系の構造や保守について、視察した。一方、分離発足後の小田急では、戦争で疲弊した、輸送施設の復旧と改善を主目的として、設置された、輸送改善委員会が、新宿と小田原を60分で結ぶという将来。 目標を設定した。この目標値は、戦前に、半和電気鉄道が、半和天王寺と東和歌山の間 61.2km を45分で結び、標定速度は時速 81.6km に達していたことを意識したもので、この標定速度であれば、新宿と小田原の間 82.8km は60分で、走破できると考えたのである。 大阪出身である山本は日頃から半和電気鉄道を引き合いに出していたという。この目標は単に半和電気鉄道の記録を破ることを目的にしていたわけではなく、速度向上によって車両の回転率を高めることによって経営効率の向上を図ることも目的としていた。当時は高速走行のためには大出力の手電動機を使用して、 粘着性能を稼ぐために、車体も重く頑丈にするということが常識とされていた。しかし、この時の小田急の経営基盤はまだ脆弱で、スピードアップを目的として、施設全般に多額の投資を行うことはできなかった。また、当時導入された、国鉄もは63型の改造車である1800系の乗り心地が悪く、保線部門から、 線路を壊す車両として嫌われたという事実もあった。このため、軌道や変電車などの投資を極力抑える一方で、車両の高速性能を向上するという方針が立てられた。この方針に従い、軽量、高性能な車両の開発が進められることとなり、研究や試験などを繰り返していた。1954年に登場した2100型では、車体の軽量化が実現。 駆動方式についても同年に登場した2200型ではカルダン駆動方式が実用化された。また、この年の9月11日には新型特急車両の開発が正式に決定した。この頃、国鉄でも高速車両の研究を進めていた。1946年には山本の友人である島秀夫が日本海軍航空技術省にいた。 三木田,田直や松平忠などを研究所に招き、高速台車振動研究会を設立して研究を行った。航空技術省から研究所に移った研究者たちは、航空機の技術を導入した鉄道の高速化を研究し、台車の振動問題については、松平の研究によって解決策が見出されつつあった。それまでの研究所は、開発よりは、 試験を行うことが多い研究機関であったが、1949年9月に大塚主義が所長として着任すると、大塚は研究者に自由な研究を奨励し、研究成果の発表も積極的に行うように指導した。また、外部からの研究受託や設計も積極的に受けるようにした。この方針を受けて、1953年9月に、 ミキが発表した研究成果の内容は、軽量で低重心の流線形車両であれば、狂気においても最高時速 160km、平均時速 125km で走行が可能で、東京と大阪を4時間45分で結ぶことも可能であるというものであった。ただし、この時の想定では、突起物をすべて車体内部に取り込むという徹底的な空力設計を採用する一方で、 電車方式ではなく1200バリー機の電気、機関車牽引による7両編成の客車列車とする構想であった。この構想は国鉄本社からこれは本社が考えるべきことであると批判を受けたが運輸省は逆に研究補助金を出すので申請するようにと通告した。そこで日本鉄道車両工業協会で研究を受託するために超高速車両委員会が発足した。 研究を重ねた後の1954年9月には、全長100.9メートルの7両連接車、時長113.3トン、電動機出力は110キロワットが8台、定員224名、最高速度は時速150キロメートルを目標にした車両構想が打ち出された。山本は、この研究発表に着目し、1954年10月19日に、 研究所に対して特急車両として世界的水準を抜くものにしたいと新型特急車両の企画設計全般について技術指導を依頼した小田急と国鉄は東京と小田原の間で旅客数を争うライバル関係にあり現実に国鉄の80系電車運行に対して小田急が反対していた経緯もあるのでこの依頼は非常識にさえ見えたしかしこの当時 島は桜木町事故の後に国鉄を退職していたものの副信の部下だったものを通じた影響力を行使できる立場にあった。国鉄内部でも当時すでに高速電車の計画はあったが大組織の国鉄ではなかなか理解が得られなかった。島は私鉄が導入して成功すれば国鉄も高速電車の導入に踏み切るだろうと考えた。また研究所側でも 小田急の構想に乗ることで、研究成果の確認が可能になると考えた。研究所では、小田急の要請に全面的に応じることとし、1954年10月25日から、研究所が小田急の研究を受託するという形式で、新型特急車両の共同開発が開始された。基本構想の策定を行う研究会は、 1954年11月から1955年1月までに合計8回行われた。1955年1月25日には基本構想が策定されたが、この時点では小田急の最長編成は17メートル車4両編成であったことから全長70メートルの5両連接車という内容であった。1955年1月16日には、 共同設計者として、日本車両製造、川崎車両、近畿車両、東洋電機製造、東京芝浦電機、三菱電機が参画し、研究所の指導のもとに具体的な設計に入った。小田急では創業当時から伝送品は三菱電機、台車は住友金属工業の製品を採用しており、特に三菱グループとは主力取引銀行としての関係もあったが、 新型特急車両の設計、三角メーカーの決定に、際しては、純粋に技術的検知から決定され、どうしても優劣がつけがたく決定できない場合に、限って、過去の小田急との取引を考慮して決定した。山本は、1グラムでも軽い部品を採用すると、公原し、1メートルあたりの重量を1トンとすることを、目標として、軽量車両で安全に走行するための条件が、 徹底的に追求されたほか、将来の格下げを考えずに、あくまで特急専用として考えられた。さらに、特急車は10年もすれば陳腐化する、丈夫に長く使える車両と考えるから鉄道車両の進歩が遅れるという山本の考えにより、対応年数は10年と考えることになった。前頭部の形状の決定に際して、東京大学航空研究所のフードを使用して、 日本の鉄道車両設計の歴史上初めてとなる本格的な風洞実験が行われたほか、ディスクブレーキの試験も行われた。また、高速運転に伴って、踏切事故などを防止するために補助警報器の検車試験なども行われた。また、前述の通り、連接車に強い関心を抱いていた山本の主張によって、新型特急車両には連接構造が採用されることになった。 ミキは連接者に賛成していたが、研究所では保守上の不便を心配していたという。しかし、山本は保守、整備は小田急が考えればいい話と主張し、連接者導入と決まった。この時期の共同工場は17.5メートル車の4両編成すらもまとめて入庫できるような設備ではなかったので、小田急車内でも連接車の整備については共同工場で、 整備できるか自信が持てないという意見があったという。これと並行して小田急の車内での意見をまとめた上で設計に反映させるため、車内に車両委員会が設置された。しかし、それまでの小田急の車両からは、飛躍的に突出した構想であったことから、車内の意見をまとめるのに難航した。運転席を低くしたために運転部門からは、踏切事故の際に運転士の危険度が高い。 運転台からの見通しが悪すぎるという意見が、また客室ゆか面が低いために営業部門からは、座席の乗客がホームから見下ろされるためサービス上問題という意見があったという、必死に説得を続けたものの、そんな突拍子もない車両は使えないという、運転部門からの反発は大きく、ついに1955年秋には、検討を一時棚上げするという事態になった。ところが、 半年後の1956年3月、新宿から貨物線経由で小田原や伊豆方面に向かう、準急列車、天木の運行が、国鉄から発表された。この列車の運行によって、小田急の観光輸送への大きな影響が予想されたため、車内は、これに対抗しうる、画期的な新特急車の製作を急ぐべしとの意見に、統一され、開発は再開された。 1956年5月には使用が決定し、同年6月末から制作が開始されることになった。当初は前日の通り全長70メートルの5両連接車で計画されていたが、1957年5月から小田急で全長105メートルの6両編成による運転が開始されることになっていたため、1956年5月7日に、 全長108メートルの八両連接車に計画が変更された。経験、実績に乏しい方式だったにもかかわらず八両連接車を採用したのは当時としては大英断であったと評されている。運転台を2階に上げて展望席を設置する案や二等車等の優等車両を設ける案もあったが最終的にはこれらの案は採用されなかった。車両の調達に際しては小田急、 日本車両製造、川崎車両、住友信託銀行の4社で、車両信託制度という新しい制度が設けられた。これは、アメリカ合衆国のフィラデルフィアプランと呼ばれる制度に、習ったもので、新型特急車両は日本で、初めて車両信託制度が適用された車両となった。こうして、画期的な軽量高性能を新特急車として、登場したのが SE 車である。 本節では、登場当時の使用を基本として、装備途上での変更点を個別に記述する。更新による変更については、遠隔で講述する。SE 社は8両連接の固定編成で、先頭車が制御電動車、中間車はすべて電動車で、形式はいずれもでは3000系である。編成については、端末の編成表を参照のこと。なお、 換算機には五両連接車としての運用も可能で、この場合は1.23.78号車の五両か、1.26.78号車の五両のいずれかとなるが、五両連接車とした場合は三両目が、両側とも電動機を装着しない、付随台車となる。ただし、ほとんど編成短縮の機会がないことから、回路の簡略化を図るため、1959年3月に製造された編成では、 永久8両連接の回路設定とした。それまでの日本の連接車では、車体数に関わらず一編成単位で一つの車両番号であったが、SE 車では車体ごとに車両番号を付番している。車体については、日本車両、川崎車両が担当することになり、研究所側は三木が主任担当者となった。先頭車は、 車体長1 5 7 5 0ト、mm、ル全長1 5 9 5 0ト、mm、ル中間車は、車体長1 2 3 0 0ト、mm、ル全長1 2 7 0 0ト、mm、ルで、車体幅は2 8 0 0ト、mm、ルである。構えからだ。編集それまでの特急車両では、格下げを考慮して、車体の強度を定員の250%の荷重として、計算していたが、 SE 社では将来の格下げは考えず定員の130%として荷重を計算した上で航空機の技術を取り入れ各部にわたって徹底的な軽量化を図った。車体構造は強度部材の軽量化のために聴覚構造とし、車体外反はそれまでの車両よりも半分近い厚さ 1.2mm の退職後半を採用し、 バックリング防止のため 125mm 間隔でリブを入れることによって強度を補う構造とした。この退職後半は日本交換に開発を依頼したもので銅とリンを加えたものである。当初計画では車体に警合金を使用する予定であったが車両メーカー側で警合金車両の製造経験がなかったことと価格が高いという理由により後半を使用している。 車体断面は下部を半径 4000mm の緩いカーブで絞り込み、側面上部を4度の傾斜角で内傾させた形状とすることで横風に対する安定度を確保し、風圧の影響を減少させることを図った。低重心化のため台車間の床面を大きくし、機上上面から床面までの寸法は、台車の上では 1000mm で、車体中央部では 875mm となった。 大枠部は航空機の主翼構造を応用し、それまでの鉄道車両には存在した中量を排した上で、波板が縦方向の圧縮強度も担うようにしたほか、横方向の梁には航空機と同様に重量軽減口を開けることで軽量化を図った。床板にも航空機の技術を応用し、ハニカム構造が採用された。こうした 工夫の結果、構え体重量は従来車が1メートルあたり500キログラムだったものが SE 車では1メートルあたり371キログラムにまで軽量化され2300型が全長70メートルの4両編成で135トンであったのに対して SE 車では全長108メートルの8両連接車でありながら147トンと大幅な軽量化を実現した。なお、 製造時にはそれまでの鉄道車両ではあまり行われていなかった荷重試験が行われ、構え体の175箇所に対して、ねじれや圧縮などの力を加えた測定が行われた。荷重試験については、島も国鉄車両の車体構造の設計に役立ったと評価しており、これ以後は国鉄、私鉄を問わず、新設計の車両では必ず荷重試験が行われるようになった。 先頭部、編集先頭部の形状は流線型で模型を作成した上で風洞実験を繰り返し、さらにその結果を元にして、モックアップを作成した上で細部に検討を加えて決定された。これにより、形状抵抗係数は国鉄80系電車の0.64に対して SE 車では0.25にまで減少した。本来はもう少し上部を絞り込めば、 空気抵抗が減少するところだったが、当時の日本のガラス製造技術では、円水局面のガラスが製造できず、円筒局面ガラスを使用することを前提とした形状になった。前商等は、日本の鉄道車両では初めてシールドビームが採用されたが、当時はまだ鉄道車両用のシールドビームが開発されていなかったため、自動車用の2 4ト仕様のものを使用した。 前照灯の配置は空気抵抗から流線形の頂点に配置するようにしたことと左右に分けた場合には一灯が故障した時に列車の位置が分からなくなるという理由によって二灯を全面中央部に並べた。また対抗する列車の運転士にとっては眩しすぎることから運転席には足踏み式現行スイッチを設けている。先頭部には異常時に使用する。 格納式鍵連結器が収納された。また、先頭下部には、車両が、空力的に浮き上がらないように、廃晶機も兼ねたスカートが設置された。3031-8では、正面のスカートの開口部が、楕円型から、真円形に変更されたのが、外観上の識別点である。その他、車体構造、編集室入台付近側面客用扉は、車体断面に合わせた。 高さ 1770mm、幅 800mm の手動式内開き戸を中間車に一箇所ずつ配置した。扉を内開き戸にしたのは車体を極力平滑にするためで、当時まだプラグドアという発想はなく、航空機と同様の扉を採用すると、かえって重量がかさむことから、この構造が採用された。側面窓は 700mm 四方の一段上昇窓を、 窓柱の幅を 300mm として配置した。乗務員室の扉は高さ 1400mm、幅 600mm である。車両間の貫通路は、車内の見通しを良くする目的で広幅とし、仕切り扉は一切設けていない。屋根はファンデリアの外気取り入れ口を設けた二重構造とし、先頭車の最前部には、補助警報器のスピーカーを内蔵させた。塗装デザインについては、 それまでの車両と同じ色でという意見もあったが、全く新しい電車なのだから、新しい色にすべきだと決まり、小田急の宣伝ポスター作成を手掛けたこともある縁で、2機械の宮永武彦が、色彩設計を担当、バーミリオンオレンジを基調にホワイトグレーの帯が入る、警戒色となるような、明るい色とした。このデザインは、その後安世社、留守者にも継承され、 バーミリオンオレンジについては、ファシア、車、ムズ、シャトムース車にも継承された。車体の不死で記述したように、車体中央部を低床化しているが、台車上と車両中央部の床の高さの差は、客室両端部の通路に傾斜をつけて解決した。座席については、回転式、クロスシートを採用し、シートピッチ1000ミリメートルで配置した。この座席は、 DC-4 型旅客機の座席を参考にし、ネジの頭を削るなど細かいところまで重量軽減にこだわった。軽量化を優先したためリクライニング機構の導入は見送られたものの、それまでの同種の座席の重量が 60kg だったところを 33kg にまで軽量化した。座席の回転方法は座席下のペダルを踏み込んでから回転させる方式である。ただし、 車端部の座席はスペースに余裕がないことから回転しない。床に段差があることから段差の上段になる座席では床面から座面の上面までを 340mm に、それ以外の座席では床面から座面の上面までを 400mm として着座位置を極力揃えるようにしている。窓の下には各座席ごとに引き出して使用する折りたたみテーブルを設置した。室内の配色は 天井を、白、壁面は明るい色のでこらばりとして、窓上、カーテン規制上部に赤い帯を入れた。座席は濃い青色の表地を採用した。3号車の新宿より海側出入台脇と6号車の小田原より海側出入台脇には、喫茶カウンターを設置した。2号車の新宿より海側出入台脇と7号車の小田原より海側出入台脇には、男女共用和式トイレ。 化粧室を配置した。喫茶カウンタートイレとも、通路を挟んだ反対側は、通常の座席である。客室と乗務員室の仕切り扉は両品字式で、左右どちら側にでも開けるようにした。これは、乗務員から、緊急時の脱出について意見があったためで、運転手が使用する際には乗務員室側から見て、左ヒンジ、車掌が使用する際には、右ヒンジとして開閉できるようにした。 床下機器配置は重心の低下を図ったため、それまでの車両での機器配置とは大きく異なるものになった。速度制御機器、編集主電動機と駆動装置はすでに中空軸平行、カルダン駆動方式で実績のある東洋、電気製造が、制御装置は電気メーカー各社の設計入札を行った、結果超多段制御方式では最軽量となった、東京芝浦電機が、 制動装置は小田急において採用実績のある三菱電機がそれぞれ担当した。主電動機は出力1 0 0ットの直流直巻補給は目つき、電動機である東洋電気製造の TDK806-1A 型で低角速度が高く、高速域からの発電制度を十分に作用させることが可能な特徴を有する。箱根と残線での上り勾配低速運転に、 対応するため、冷却方式は強制通風式となっている。駆動装置は、中空軸平行、カルダン駆動方式の東洋電気製造製、DND143SH9921K である。波数比は78、21イコール3.71と、した主電動機の最大回転数は 4320rpm で、東洋電気製造では、 理論上は 4300rpm で時速 180km の速度が可能であると述べている。主制御機は発電制度不電動カム軸式抵抗制御装置である mm-50A 型で2.57号特急車両であることから起動回数が少なく起動時の損失以上に回路の簡略化が図れることから直並列制御は行わずに抵抗制御を 自制御を行う仕様で、1台で4つの主電動機の制御を行い、主回路接続は4つの電動機をすべて直列に接続する方式である。また、すべての主制御機を直列に接続することにより、これを1台の制御機とみなした上で、そのみなし制御機により12個の主電動機の制御を行うことも可能である。制御段数は、立行が抵抗制御14段。 開時制御3段、制動は前回時抵抗制御による14段であるが、起動時のショックを防ぐために、ステノッチと呼ばれる低速段が5段設定された。機上面との空間を確保するため、通常はレールと平行に機器を配置するところを枕木と平行に配置し、大枠横張りの間に機器箱を押し上げた状態で搭載している。日本の鉄道車両で、 初採用されたディスクブレーキブレーキは、電空併用の HSC、D 型電磁直通ブレーキで、ブレーキ初速時速 125km から 600m 以内に停車することが可能である。ブレーキ装置についても軽量化が図られ、通常は電動車と付随車の平均で 800kg となるところ、SE 車では 500kg に抑えている。基礎ブレーキ装置は電動台車が クラスプ式踏み面ブレーキ、付随台車ではシングルディスク式、ディスクブレーキである。ディスクブレーキについては研究所から最高運転速度を上げるためにはディスクブレーキを使うべしと強い主張があったために採用されたが、これも航空機で採用されていた技術からのもので、ディスクブレーキは日本の鉄道車両では初の採用事例である。なお、設計段階では 空力ブレーキも検討されていたが、時速 150km 以下では、効果が少ないため採用には至っていない。主抵抗機は特殊リボン抵抗体を使用した強制通風式とした。台車、編集曲線の多い小田急線の軌道条件から曲線通過を容易にできる、オーバーハング部分をなくした上で乗り心地を改善できる、車体支持間隔の短縮により、車体剛性を確保できる、 台車配置が平均化されることによって軌道への負担が軽減されるという利点を考慮し各車体の連結部直下に台車の回転を支える心皿を置く連接構造が採用されたこのため台車数は1編成8車体で9台5車体で6台となっている通常のボギー車では台車と車体を結ぶ配線の接続の端子としてつなぎ箱と呼ばれる機器を 車体側に設けているが、SE 車では、つなぎ箱を台車側に設置し、台車と車体を結ぶ、配線の接続だけではなく、車両間の引き通し線もこの、つなぎ箱を経由することとした。この後、安世車、留守車、非瀬車、ファシア車でも、連接構造が採用され、小田急の特急車両の大きな特徴となった。電動台車、KD17 台車そのものは、 振動特性の研究結果から、円筒案内式台車が松平より推奨された。このため、軽量化を目的としてこの方式を採用することになり、開発元のスイス車両エレベーター製造者と技術提携し、シュリー連台車の設計製造を行っていた近畿車両が設計製造を担当することとなった。近畿車両のシュリー連台車は、 本形式の設計時点では1954年に、近畿日本鉄道大阪線向け、WN ドライブ試作車のも1450型も1451、用 k、OK、D6 も1452用 k、OK、D7、それに、同名古屋線向け直角、カルダン試作車のもに6211用 k、OK、D8 の3種が試作された後、同じ1954年に製作された。 西日本鉄道のカルダン駆動試験車である100型も103、も106用 KD9 及び、奈良元気鉄道の特急車である、出幅1 2 0 0系用 KD10 を皮切りに、親会社の近畿日本鉄道をはじめ近畿車両が、車両を納品していた、私鉄各社への納入が開始されたばかりであった。本形式に採用された台車は、KD17 と KD18 の2種で、いずれも、 車輪計 840mm 枕バネをコイルバネとする金属バネ台車である。これらは各台車の重量を3トン台に収めることを目標として設計された。保守が容易で摩耗部分が少ないシュリーレン台車の特徴を生かし、6つに分けられた溶接後半の組み立てによる箱型とするなどの設計の工夫により KD17 は3.8トン。 KD18 は3.6トンに重量を抑えた。また、SE 社では、定員の130%として、荷重を計算したことから、バネ定数を低く設定し、各バネを柔らかくすることが可能になった。なお、各台車の荷重は心皿と左右の側受けで、それぞれ50%ずつ負担する 3. 支持方式が採用されている。また、不随台車である、 KD18 は編成の連接部3箇所に装着されている。しかし、この,、K、この時期の近畿車両製シュリー連大車は単リンク式と称する揺れ枕の横道を許容するためにスイングハンガーをリンク長の短いユニバーサルリンクとした機構1956年設計の近畿日本鉄道 800K 用 KD12 で採用しており、本形式の装着する KD17、KD18 もこれに準じる。もっとも、この設計は、翌1958年に設計された名古屋専用、特急車の近畿日本鉄道6431系が装着した、KD28、KD28A で、横道を重視して釣りリンク長を長くした、超リンク式が実用化され、さらに枕羽に、ベローズ式空気バネの採用が開始されたことで、 飛躍的な陽動特性の改善が実現したため、極めて短期間で著しく陳腐化する結果となった。空調装置、編集空調装置は、実車完成までに解決できなかった問題である。当時、すでに他の鉄道事業者においては冷房装置が搭載された車両は存在したが、冷凍機を使用した本格的な冷房は、重量の問題で搭載が難しいという理由により、研究所からは、 氷式冷房装置が提案された。これは車両に氷を大量に積載した上で、客室内の空気を通すことで熱交換するものであったが、業者に確認してみると、小田原で大量の氷を確保することは困難であったことから、設計に至らなかった。また、車両側面からパイプで新鮮な外気を取り入れる方法も検討されたが、車体表面近くでは相対的な速度が小さく、 パイプを伸ばせば車両限界に停触するため、これも実現しなかった。開発に携わった山村秀幸は最後まで冷房搭載にこだわっていたが、結局重量面の問題もあり、冷房装置の搭載は座席定員を削減しなければ実現できないと判断され、運転時間が短いこともあって直径16インチのファンデリアを先頭車に6台、 中間車に5台設置することになった。補助警報装置、編集補助警報音については、警報装置としての条件を満足させるという、運輸省の要求と、騒音公害にならないようにと要求する、警視庁の要望を両立させるため、小田急沿線在住の音楽家である、真ゆ敏夫にも、相談、音響心理学研究所の指導を得た上で、ビブラフォンの音色とし、 2km 付近まで達する音量とした。補助警報音を発する装置は、乗務員室内に設けられた再生装置によってエンドレステープを再生し、屋根状に設置した指向性の強いスピーカーから放送する仕組みである。しかし、営業運行後にエンドレステープが伸びたり切れてしまうことが多かったため、安セ社以降はトランジスタ発信機に変更された。この補助警報音は、 SE 社が、オルゴール電車と呼ばれる由来となった。その後、スシャマで警敵とは別に補助警報装置が搭載された。その後、ファシア社では、警敵と共用のミュージックホーンとして復活している。その他機器、編集乗務員室は、前後方向に 2450mm となっており、軽基板から客室との仕切りの間は 1570mm で、ある。全面軽気板上には、 一万一の事故で正面ガラスが割れた際に運転手を守るために防弾ガラスを設置した。また、全面下のスカートの開口部からダクトを通じて乗務員室内に外気を導入する構造とした。終電装置についても重くて丈夫なものでバネをたくさんつけて河川に圧着させるという考えがそれまでの常識であったが研究所のパンタグラフは軽くなくてはいけない。 追従性を増すにはバネを柔らかくすることで解決可能という意見により軽量化が図られた。パンタグラフは負荷抵抗が20%増にもなるため、境界層の厚くなる列車の中央部に近づけた結果、2号車の屋根城新宿側車端部と7号車の屋根城小田原側車端部に高速運転時の追従性を向上させた東洋電気製造 PT42 経費支枠パンタグラフを各一基ずつ設置した。補助電源装置については、2章、交流6区場、直流3 5ットの複流式、電動発電機である CLG-314 型と、3章、交流18区場の MG である CLG-315 型を、それぞれ2台ずつ採用、両戦闘車に各1台ずつ搭載した。 電動空気圧縮機は低消化に対応した m 二十 d 型を採用一三六6八号車に搭載した。九百五十七年五月二十日に日本車両製造製の三千一八が入線。同年六月上旬には日本車両製造製の三千二十一八が入線した。同年六月から小田急線内での試運転を開始し、小田急線内では 時速 127km という速度を記録したが、曲線の多い小田急線の軌道条件では、これが限界であった。このため、小田急と研究所は、これ以上の高速性能の確認は、軌道条件が優れている国鉄の路線上での走行試験によって行う以外に、方法はないという意見で一致していた。なお、ディスクブレーキの容量不足によって、 ディスクに熱亀裂の発生が認められたことから、ディスクブレーキの最大圧力を制限する装置が取られている。また、SE 社の完成後に、スペインから日本へ、タルゴの売り込みがあり、小田急にも訪れた。この時、小田急側では売り込みに来た担当者を SE 社に乗せて歓迎した。商談は成立しなかったが、6月26日27日に、 行われた展示会の席上では当時研究所長だった篠原武氏がタルゴの開発に携わったホセルイスオリウォールが実際に乗ってみて時速1 5 0トルは大丈夫だという感想を述べたと発言している。またこの時の雑誌では SE 社に対して日本製タルゴという表現も使用された。電車といえば四角い箱であった時代において SE 社は 鉄道ファンだけではなく一般利用者からも注目を集めた。同年7月6日から箱根特急において SE 車の営業運行が開始されたが、そのすぐ後に夏休みを迎えたこともあり、全評判を聞いた利用者が殺到し、連日満席となる、好成績となった。箱根湯本駅前には、宿長特急車運転開始という歓迎アーチが建てられた。ただ、 狭い共同工場には8両連接車の SE 車がすべて同時に入場することはできなかった。連接車は車体を持ち上げないと連結部を切り離しできないため、共同工場の構内留置線にリフティングジャッキが設置された。さらに、通常のボギー車であれば、車内床に設置された点検外を開くことで台車と車体を結ぶ配線の接続や分離を行うことが可能であるが、 SE 社では配線の切り離しにも、その前に床下に潜り込んでの作業を強いられた。低床構造のため、床下が狭く、床下作業は困難で、手電動機の送風ダクトに至っては、手探りでボルトを脱着するありさまであった。ようやく分解された編成は、共同工場の構内に分散して止め置かれていたという、隣接する共同検築でも、SE 社の検査のために、 フィット線を延長することとなったが、延長された部分は暗外である上に曲線にかかっていた。また、制御装置の点検も、車両側面から行うことはできず、床下に潜り込まなければ、目視点検さえできなかった。国鉄線上での試験、編集折りシも研究所ではこの年の5月30日に、研究所、創立50周年を記念して、 東京大阪間3時間への可能性という講演会を開いていたが、この講演は大きな反響を呼び、新聞、雑誌などでも取り上げられていた。すでに国鉄では後に新幹線となる高速電車列車開発に向けた動きが始まっていたのである。しかも、この講演会でミキが発表した内容は、車体に関しては SE 車とほぼ同様の考え方であった。 山本はこの年の7月2日に国鉄に技師長として復職していた島に対して試験で収集されたデータを打球と国鉄の双方で利用することを条件として東海道本線を貸してもらえないだろうかと SE 社の国鉄線上での高速試験を申し入れていた。これに対して島は国鉄の方から要求して試験することにしたいと SE 社の国鉄線上での高速試験を開拓した。試験の本来の目的は基本データの収集であったが高速電車列車開発につながるものであれば何でも利用したいと島は考えたのである。島は国鉄側の責任者として副議市長の石原米彦を指名。石原は絶対に時速 145km 以上出さないことを条件に受諾した。この決定には 国鉄部内でも国鉄が私鉄の車両を借りて高速試験をするとは何事だ。ライバル路線の私鉄電車を国鉄線で試験するなど論外といった反対意見が出た。当時の国鉄部内には客車を機関車が牽引する機関車列車方式に対する信仰が根強く残っていたが、分散動力方式の支持者からも国鉄のメンツが立たないという反対意見が多かった。最終的には、 国鉄が試験車両を作るまで待てないと押し切るしかなかったという。一方、SE 社は日本で初めての信託車両であり、最終所有者は支払いが終了するまでは住友信託銀行であったため、80軽電車のように試験中に燃えてしまったらどうするのかという声も上がった。また、国鉄船内で事故が発生した場合の責任所在などの問題もあった。 それらの問題を解決し、1957年9月に、小田急社長の安藤奈良六と、国鉄総裁の東郷新治との間で、SE 社の対策について契約が行われ、高速試験そのものに保険をかけることで決着した。こうして、私鉄の車両が、国鉄線上で高速試験を行うという、日本の鉄道市場で、初めてとなる国鉄、私鉄合同の試験が行われることになった。 試験の交渉窓口担当者として山本が人頭指揮に当たることになった。記録達成、編集試験ではわえ、車輪大圧、振動、走行抵抗、終電装置の利線、制動距離、風圧、ディスクブレーキの温度、電力消費量などの測定が行われることとなり、測定機器は国鉄で使用している最新の機器が使用された。風圧分布測定を行うために、 SE 車の正面十数箇所に 1mm 径の穴を開け、そこからゴム管でマノメータに接続した。また、車体表面の風圧については屋根に不型ピトー管を設置した。また、河川の状態監視には国鉄の走行試験では初めて工業用テレビが使用された。試験区間はこの当時に補線関係の新技術をテストする。 モデル線として整備されていた藤沢から平塚までの下り線を使用することになった。辻道駅構内には渡り線の分岐器が存在したが、和え抜けの危険を考慮して試験前に撤去された。川崎車両製の3011-8は、同年8月8日に小田急線に入線したが、すぐには営業運行には入らず、1957年9月19日に小田原から自力走行で、 東海道本線に入線し、翌日の9月20日から試験が開始された。初日は、藤沢と平塚の間で日中に試験が行われ、9月21日からは、大船と平塚の間でシニアに、速度試験が行われた。試験では、最初は、時速9 5トルで走行し、その後時速5トルずつ速度を高くしていった。9月24日シニアには、 小田急線内での最高速度記録を超える時速1 3 0トルを記録。さらに9月26日午前3時34分30秒には当時の狂気鉄道における世界最高速度である時速1 4 3トルを記録した。この時には報道関係者も同乗しており、朝日新聞や毎日新聞では9月26日の夕刊で東京と大阪を結ぶ 特急電車計画の見通しがついたと報道している。しかし、SE 車の設計最高速度は時速 145km であり、試験の関係者は一度は最高速度を出したいと考えた。このため、翌日の9月27日からは、試験の区間をさらに長い直線区間があり、緩い下り勾配となっている神波と沼津の間に移し、日中に試験が行われた。 この日は午前11時頃から同区間を2往復試験走行した後に最高速度試験が開始された。関波を午後1時50分に発車した SE 車は3等を時速 100km で通過した後も加速を続け午後1時57分に時速 145km に達した。この瞬間に9月26日の記録を上回る気鉄道における世界最高速度記録が 達成された。この時、沼津で停止できなかった場合、なお、9月26日までの走行試験のデータを検討した結果、時速1 5 0キロメートル程度までは問題ないという結論に達していたことから、時速1 5 0キロメートルまで速度を上げようという意見もあったが、石原の日本の動力分散化の製品に関わっている問題であり、何か故障が起きたら困る。 ここまで行けば十分成功という考えにより、時速 150km での走行試験は実施されずに終わっている。新幹線開発へ、編集この高速試験で得られたデータは、それまでの研究データの正確さを裏付けるものとなった。車輪大圧はそれまでの車両では4トンだったのに、対して最大でも2.5トンという結果となり、脱線係数も小さかったために、 速度向上の余地が相当にあると判断された。日本で初の採用事例となったディスクブレーキについては時速1 4 5トルから停止までのブレーキの距離は1 0 0 0ルを超えていたもののブレーキ圧力を上げれば短縮可能と報告された。一方、終電装置の離線率が高くなることについては今後の課題とされた。これらのデータはその後の車両、軌道、 河川などの設計や保守に役立った。SE 社の試験によって、未期の研究成果である、東京と大阪間を4時間半で結ぶという可能性は立証され、東海道本線を後期や標準期の別線にすれば最高速度時速 250km も可能との裏付けが作られた。島は後年、この試験については国鉄内部に対するプロパガンダであったと述べており、 国鉄側の責任者だった石原もこの試験について将来は新幹線のようなものを電車でできると思いこれの製品のもとになると考えていたと述べこの高速試験が新幹線計画への不石だったことを認めているまた車体設計に携わった三木も後年飛行機の設計をいかに鉄道に応用するかを研究しまず SE 車を設計それから 新幹線の設計に取り組んだと述べ SE 社が新幹線の先駆けとなった存在であることを認めている。国鉄内部で設置されていた電車課長再委員会において SE 社の速度試験と翌月に行われた90軽電車による速度試験の結果を踏まえ軽量車両を使用することでこれまでの機関車検員の特急では 実現は困難だった高速サービスが可能という検討結果がまとめられた。これを受けて、1957年11月12日に、東京と大阪の間に電車特急を走らせることが決定した。この電車特急のために2 0系電車の設計が開始され、1959年には完成した1 5 1系を使用して、新幹線開発のための速度試験とデータ収集が、 行われるその後、新幹線の開発は本格化し、1963年には新幹線のモデル線区間で時速2 5 6トルの速度記録が樹立された。ミキはそのモデル線区間での記録について SE 社の試験をもとにした計算の通りとしている。こうした経緯もあり、SE 社は新幹線のルーツや超高速鉄道のパイオニアとも言われるようになった。 波及効果、編集ブルーリボン賞、受賞記念プレートを打球においては、世界最高速度記録が、マスコミで大きく取り上げられたこともあり、特急ロマンスカーの利用者数は急増することになった。また、鉄道友の会では、SE 社の世界最高速度記録を契機として、1958年より優秀な車両を表彰する制度として、ブルーリボン賞を創設したが、 当時の鉄道ともの会理事会が SE 社を高く評価していたため SE 社に対しては会員投票によることなく理事会の決定において第1回ブルーリボン賞が授与された。速度試験は9月28日で終了し3011、8は小田急線内に戻り10月1日から箱根特急の運用に投入された。これによって 1700型は一般車に改造されることになった。1958年7月19日、3021-8が走行中に出破3026の台車からディスクブレーキが脱落する不具合が発生。この後8月7日までは編成を短縮した3021号として運行した。同年8月には全編成に対して付随車の車軸に設置されたディスクブレーキを ツインディスク式に改造し、合わせて台車のバネも交換された。1959年2月12日には、造備車として30318が入線し、同年2月28日から運行を開始した。30318の導入によって、箱根特急はすべて SE 車で運用することが可能となり、箱根特急のスピードアップが行われた。このため、 2300型は準特急車に格下げされることになった。また、SE 車はこの年から下記に運行される江ノ島線の特急にも運用されるようになったほか、特殊急行、農業ビール電車にも SE 車が使用された。この時期、3031-8については、座席の表地を茶色系のチェック模様に変更していたが、1962年に、 他社と同様の青色系の表地に戻した。また、この時期に座席のせずり形状などの改修が行われた。一方、1958年以降には他の鉄道事業者で冷房装備の特急系電車の製造が行われていたことから、1961年には SE 社の冷房設置が計画された。車体が軽量構造であることから屋根上の冷房搭載工事は、 大改造となるため、床置き式の冷房装置を搭載することになり、1962年2月から設置工事が行われた。搭載する冷房装置は、冷凍能力9 0 0 0キロカロリー H の区分マイナス381型が採用され、1両に2台ずつ搭載し、冷房の設置箇所の側面には、鎧戸状の外気取り入れ口が設けられた。設置に際しては、 各車両とも2客ずつ座席が撤去されたが、この時に撤去する座席は、トイレ前や売店前、出入り口脇など、乗客に好まれない座席を優先した。この改造に伴い、各車両とも定員が4名減少し、編成定員は316名となった。冷房装置の新設に伴い、3号車と6号車に、出力69馬の CLG-326。 軽電動発電機が増設された。なお、1961年には、シュリーレン台車を2400型に振り替え、SE 車には、住友金属工業で新しく新造した台車を装着するという案もあり、実際に試験も行われているが、実現には至っていない。1963年には、終電装置のスリータが、カーボンからブロイメットに変更された。また、 1966年には列車無線が新設された。1963年に安瀬車が登場し、その後1967年に箱根特急がすべて安瀬車で運用できるようになると SE 車は江ノ島線の特急江ノ島や1966年6月に新設された途中駅停車の特急相模に運用されるようになった。1968年に 五殿馬線が電化されることに伴って、1955年から、5 0五0系機動車により運行していた、五殿馬線直通の特別順急を電車に置き換える、ことになった。新型電車を製造する案もあったが、SE 車を改造の上、五殿馬線直通列車に使用することにした。SE 車は、対応年数を10年として製造された車両で、1968年の、 時点ですでに10年を超えていたことから、小田急の車内では反対の声が上がったものの、当時は国鉄の組合闘争の激しかった時期で、安世車が乗り入れてくれば反対するという噂も聞こえ、国鉄側も過敏になっていたことから、在来車の改造で対応することにした。しかし、四編成では、江ノ島、相模に加えて、御殿場線直通の列車に使用するには、編成数が不足するため、 輸送力の適正化も考えて5両連接車6、編成に組み替えることとした。蘇生変更の概略図改造内容は、まず8両連接車の編成から3両を外した5両連接車を4編成蘇生し、外した中間車を改造して5両連接車を2、編成蘇生した。不足する先頭車4両は、中間車に同一形態の運転台を新設した。台車の全数は、 電動台車24台、付随台車12台で変更されていないが、編成中間の3号車は両端とも、付随台車となる車両となるため、新形式の左派3000型となった。五点馬線の連続勾配区間に対応させるため、波数比を80、19イコール4.21に変更し、これによって低下する高速性能を補うために、弱め開示を3段から4段に変更。 最弱回自立を50%から40%に変更した。また、すべての台車について、車輪形を 840mm から 860mm に変更した。戦闘形状は、相性表示器を安世車と同様の形態に変更し、全消灯は、相性表示器の両側に移設した。また、連結器設置が SE 車の国鉄線へ乗り入れの条件とされたため、 全面の連結器を電気連結器付け密着連結器に変更し、着脱式の連結器応用を設置した。トイレ、化粧室は2号車に、喫茶カウンターは3号車に位置を揃えた上、喫茶カウンターの面積を拡大した。保安装置については、国鉄の ATS s 姿を設置し、先頭部に信号円管を新設した。冷房装置については、屋根状設置に変更。 冷凍能力4 0 0 0カロリー、h の CU-11 系集約分散式冷房装置を先頭車に6台、中間車に5台設置した。外部塗装デザインについてもアンセに順じたグレー部分の多い塗り分けに変更された。これらの改造は日本車両製造わらび工場で行われたが、この組成変更で32両中22両が改版され、余剰となった2両は、 廃車となった。こうして、1968年7月1日から、SE 社は、連絡準休業、朝切りとしても運用されるようになり、編成が短くなったことから、ショートスーパーエクスプレスとも称されるようになった。この年には、OMATS 装置が設置された。また、1972年には、保安ブレーキ装置の設置が、1973年には、 列車無線装置の更新が行われた。その後、SE 車は、相模、江ノ島、朝霧を中心に運用された。安世車の検査時には、SE 車が箱根特急の運用に入り、また、他客時には2編成を連結した重連運転が行われることもあった。2編成を連結した場合、1号車から5号車が2両ずつになってしまうため、編成全体を A 号車、 b 号車と呼んで区別した。1977年から1980年にかけて内装が更新された。しかし、1970年代に入り、もともと対応年数を10年として製造された SE 車は老朽化が進んできたことから、1976年からは SE 車の後継者として、新型特急車両の研究が開始され、1980年には、 ルス社が登場した。ルス社の導入によって、安瀬社が検査入場した場合に、SE 社を箱根特急に使用することによる輸送力不足は解消された。その後、ルス社の増備が進んだことから1983年3月に3001号が廃車された。廃車された3001号は、胴体保存車両として大井川鉄道に譲渡されることになった。 1983年4月15日付で大井川鉄道の車両として、竣行、電動車の記号が、デハからもはに改められた以外はほぼそのままの状態で、1983年8月より、ロマンス急行大井川として運行を開始した。車内では、緑茶のサービスも行われたが、 上気機関車牽引列車の SL 急行ほどの集客ができず、1987年7月のダイヤ改正以降は運用から外れて旧車となった。その後全く利用されないまま、1992年3月に廃車となり、1993年4月に解体された。一方、小田急に残った SE 車も、 すでに車令25年を超えており、継続使用に反対する社内意見もあり、留守車によって朝霧に運用されている SE 車を置き換える案もあった。しかし、これも当時の国鉄側の現場の反応などを考慮して、仕方なく継続使用することになった。車体修理後、従連で朝霧に使用された SE 車このため、1984年から3011号を除くよ編成に対して、 車体修理が行われた。外観上の変化は、側面窓を高さ 650mm、幅 680mm の固定窓に変更し、連説部の外掘ロを、ルス車と同様のウレタン新型とした点である。また、屋根上のクーラー着セを強化プラスチック製に変更した。室内については、一部の車両について、座席表地をルス車に準じたオレンジとイエローのツートーンとしたほか 化粧板は木目調から川絞り模様に、天井板は白系のクロス模様に変更された。また、客用扉に電動ロック装置が設置された。この時に、車体修理対象から外れた3011号については、他の4編成の更新が終了した後は後は、運用には入らずに、共同検索に留置された後、1987年3月27日付で、 廃車された。この編成は、狂気世界最高速度記録を樹立した車両であった。ことから、廃車後もしばらくは、エビナ検索で保管されていたが、車両増備に伴う留置線不足などの理由により、1989年5月に、王の工場で解体され、保存には至らなかった。残った4編成については、その後、朝霧を中心に使用されていたが、1987年に、 導入された、非世社が増備されたため、1989年7月15日からは、SE 社の定期運用は、朝霧だけとなった。これより、少し遡る1988年7月、小田急から、東海旅客鉄道に対して、車例30年を超えた、SE 社の置き換えを申し入れた。これをきっかけとして、両社の間で、相互直通運転に関する協議が進められることに、 なった。この中で、2社がそれぞれ新型車両を導入した上で、相互直通運転に変更することとなり、ようやく SE 社の置き換えの方向性が見出された。1990年年末にス社が入選し、1991年に入ってからは、通常の相性版ではなく、さよなら運転のタイトルが入った相性版も用意された。本格的な特急車両が格下げされずに運用から、 外れるのは小田急では事実上初めての事例であり、多くの鉄道ファンが沿線で撮影する姿が見られた。定期運用最終日である1991年3月15日の朝霧8号は、10連運用となり、SE 社の定期運用最後の列車となる朝霧8号の到着を見届けるため、新宿駅には多くの鉄道ファンが集まった。定期運用から離脱した後もしばらくは、 波動輸送用として残されていたが、1992年3月に、さよなら運転が行われた後に全車両が廃車となった。さよなら運転が行われた3月8日は、くしくも同日に、新幹線初の大幅モデルチェンジである300系の試乗会もあり、新旧の節目と報じられた。対応年数を10年として設計された車両であったが、 山本の意志に反して35年弱もの長期間にわたって運用されたのである。当初は保存の計画はなかったが、日本の電車の発達史における一大エポックメーカーとして、また産業考古学上も重要なものと認められ、保存の価値が十分にあると認識されたことから、役員会により一編成を永久保存することが決定した。保存されることになったのは3021 5の、 編成で、新宿側の先頭部分を原形に復元し、デハ3021デハ3022は塗装も変更された。1993年3月に復元が完了し、同年3月16日にエビナ検築へ輸送され、同年3月20日に保存用の車庫に収容された。この保存用の車庫は、校内の配置上から軌道敷設ができない。 有給地があったことからこれを活用することになり、1億円の予算で新設された。収容時には一時的に退避線から仮設線路を接続し、関係者が人力で SE 車を押して収容した。2018年に小田急電鉄から車両基地のスペース確保の観点から中間車両2両の解体が正式に発表され、2019年8月をもって淘汰されている。 通常は非公開であるがファミリー鉄道店等のイベントで展示されることがある。2007年10月のファミリー鉄道店では保存以来初めて屋外展示が行われた。またテレビ等で特別に公開されることがある。このほか、1992年11月10日には王の工場の構内に SE 社のモニュメントが設置された。ハンデ MC 制御電動車 M 電動車 T, 付随車、コン制御装置 MG, 電動発電機 CP, 電動空気圧縮機 PT, 終電装置場乗務員室キ喫喫茶コーナー WC, トイレ化粧室大井川鉄道3000軽電車に関する、カテゴリー、ありがとうございます。